5G そこは自由な世界だった全ての制限から自由に離れていてもまるで一緒にいるかのようにそうか 5G は今なんだ 5G を未来とか言ったのは誰だ え皆さん、こんにちは。KJ、えー、の高橋です。えー、今日はよろしくお願いしたいと思います。あの、会場に、えっ、ー、と、お越しの皆さん、あの、この、このコロナの環境下ですね、わざわざお越しいただきまして、誠にありがとうございます。あの、また、あの、ネットの向こうのでご覧の皆さんですね、ちょっとあの、開始時間が遅れまして、申し訳ございません。えー、今日はですね、えっ、ー、と、5G ということで、えー、まあ、春に一度発表してるんですけれども、今回、再起動ということでですね、えー、もう一度、改めて 5G について、いろいろとご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 今回のですね、テーマですが、みんなの 5G ということを今回のテーマにしたいと思います。特定の人だけの 5G ではなくて、みんなの 5G にこれからしていきたいというのが、今回の発表のコンセプトになります。えー、まず、端末の、スマートフォンからお話をしていきたいと思いますけれども、スマートフォンですね。業界最多の10機種幅広いラインナップということで、えー、とお話をしておりますけれども、 ま、4万円台の、えー、5G スマホからですね、幅広く準備をしてきたっていうのが我々です。で、今回ですね、これに加えて、えー、この秋にですね、さらに、えー、5機種発売をしたいと思っています。えー、一番右側がですね、来年の春になりますので、そういう意味では秋には5機種。えー、このうちですね、折りたたみが2機種。これはあの AU 独占でやらせていただきたいというふうに思っております。 で、いろいろ個性がある、その端末を含めてですね、えー、お客様にお選びいただくことを重視したというのが、今回のコンセプトになっておりまして、まあ、この折りたたみの端末、あの、スマートフォンなんかいいですよね。えー、これから、かねて、日本はこういうヒンジの技術非常に強かったんですけれども、こういうスマートフォンもどんどん出てくるんじゃないかというふうに思っております。で、コンセプトはですね、ここにありますように、全機種 5G に行きます。で、これからの出てくるスマートフォンは全て、 すべて 5G 対応でみんなの 5G を実現していくっていうのがまず一つ目のメッセージになります。これだけのラインナップを揃えてですね、どの方にも届くような 5G。これを目指してやっていきたいというふうに思っています。さて、サービス系についてお話ししていきますけれども、我々ずっとこだわってきたのが AEO 頭文字に置くオーグメントですね。体験価値を拡張するっていう、広げていくっていうイメージがありますけれども、このエンターテイメント。 ま、これから、これまでですね、多くのパートナーの方と一緒にですね、日常使いのサービス、日常使いのサービスをですね、お届けしてきました。ネットフリックスや、あるいは Apple Music、あるいは YouTube Premium ですね。そしてまあテラサ、ま、t e さんま、このように、え、いろんなそのサービスをパートナーさんと一緒に届けてきたわけです。で、本日はみんなの 5G にふさわしいですね、新しいサービスをえご紹介したいと思っております。 えー、それでは、えっ、ー、と、まず、映像の方をお願いしたいと思います。お願いします。 ええと、まあ、これにつきましてはですね、ええー、と、今から、ええー、と、ショールームの、ええー、と、前田社長にお越しいただいて、ええー、と、彼の方から熱く、ええー、と、プレゼンテーションしていただきたいと思いますので、じゃあ、前田社長、よろしくお願いします。<music> 今日は、じゃあ、ソーシャルディスタンスね、グー、グーパンチくらいす。じゃあ、ちょっと近めに。よろしくお願いします,いいす。はい。よろしくお願いします。じゃあ、前田さんはいよろしくお願いします。はい 改めましてショールームの代表を務めております前田と申します本日はリアルでお越しの皆さんはこのコロナ禍の状況でお越しいただき本当にありがとうございますそしてネットでご覧いただいている皆さんも午前中のお忙しい時間にご覧いただいてありがとうございますここから15分ぐらいですね私はお時間をいただいてあの新しい先ほど動画流れてましたけれどもスマッシュというサービスのご説明をしていきたいと思いますスマッシュのまずミッションからですねお伝えしたいと思います もうすごく端的なメッセージでしてススマホ上ににテージを作るぞとということになっております今皆さんが隙間時間に使っているようなサービスは何でしょうか例えばインスタグラムツイッターえー、YouTubeFacebook あるいは TikTok そういうサービスがスマホ上にはたくさん存在していて皆さんの、えー、隙間の時間を豊かに埋めてくれてると思うんですけれどもそういったあの 今ネット上で、盛り上がっている S. N. S. というのはですね。基本的に一般のユーザーの方々が投稿して、それを一般の方々が見るという。まあ、いわゆる U. G. C. サービスと言われるものなのかなと思います。このスマッシュの、えー、まず一番大きなポイントはですね。えー、プロの、えー、演者の方と。そしてプロの作り手が。マッチングして、えー、ハイクオリティな映像を打ち出していくと。まあ、つまり、みんなが。 あのテレビに出たいなとかいつか映画に出てみたいなと思うような感覚でいつかここに自分も自分の作品をこう載せるんだとあるいはこの作品の中に出ていきたいなと思うようなステージをスマホの中に作るんだというのがこのスマッシュが、えー、背負っているミッションだというふうに考えております。ででもちょっと待ってくださいとあのー、多分ショールーム、あのー、前田というとですね ライブ配信をやっている会社じゃないんですかっていうイメージを持たれている方も、えー、いらっしゃるかもしれませんでここで我々があの今までやってきたことと、えー、これからやろうと仕掛けているあのス,スマッシュのこう、えー、構造をですねこの4証言でご説明できたらいいかなというふうに思いますでこのよくお話しする図なんですけれども縦軸が演者さんと、えー、いわゆるこうファンの方々との距離感ですね上に行けば行くほど遠い 下ににけば行くほど近いといいいとう意味合いになっています横軸は演者の方に紐づくファンの数です右に行けば行くほど多い左に行くと少ないということですでこの縦軸と横軸にはインターネットが始まってからですね明確な相関関係が出てきましたつまり本来偶像的で全く会えなかった人たちがこうぐっと近くに寄ってくる例えばあのツイッターで反応してくれるとかインスタグラムでコメント書いたらいいねを押してくれるとか あるいは毎日毎日日更新頻度高くくコンテンテツを出してくれてれそれによってちょっと身近な存在に感じれたりとかまあそういうことによってですね本来こう出役と言われるこうパフォーマーと言われる人たちは遠い存在だったんですけれどもインターネットのこう力によってぐっと身近になってまあこの図でいうと上から下に来たってことですねそれによってファンがどんどんこう増えていく熱狂するファンが近くにこうあの来てくれてあのあこんなに。 話せるんだ、遠いと思ってたのにっていうことでそこにエンゲージメントが生まれてコミュニティができるという現象がこの図でいうとですねこの右下に生ままれ始めてました。なんで本来この左上のところや左下のところにいた人たちがインターネットの力でこの個人個人がエンパワーされてですね右下に来ましたよというのがこのインターネット世界でこの5年10年起きていたことなんですけれども冒頭お伝えしたようにこの右下の世界というのはですね例えば、あの、 その我々のショールールムでチャンネルを開いたときに、チャンネルを開いたときにあの、じゃあ、もしかしたらそのいつか憧れの,そのステージを夢見て、一生懸命こうあのトレーニングしているというかレ、レッスンしているような役者の卵の方がいたとしてです、ね、YouTube にチャンネル開けたよと、実家のお父さん、お母さんに電話をして、そこで実家のお父さん、お母さんが膝から崩れ落ちるようなことっていうのは <laughs>、ないと思うんですよね、YouTube チャンネル開いた段階では。 我々としてはテレビに出るとか映画に出るとかそういう,こうあの本来はプロの場、プロの方々だけにこう限られた開放されたような場所というのがあのスマホ上にないというのがあの今空いてるポジションだなと思っておりましてそういった憧れのステージを、えっと、我々の力とまあ 今回 AU さんのサポートもいただきながらこの右上のところですねこの図でいうと偶像的でファンの方にたくさん見てもらえるような場所を作っていってうまく既存のテレビやラジオや映画といったメディアと補完関係を築きながら新しいメディアを作り上げていこうとしているという考え方ですもう一つだけ図をお見せしたいんですけれどもこれは、えー、縦,があ縦の軸はですね、まあ、プロかめ素人かって書いてあるんですけれどもいわゆる作り手の軸です 上に行けば行こうど作り手がプロであるで下に行けば行こうど作り手が素人であるでプロが作る映像や動画の集まった場所のことを我々はメディアと呼んだりします一方で素人の方々が簡単に動画を上げれるような場所のことをプラットフォームと呼んだりしますでこの縦軸に連動しているのが横軸なんですけれどもじゃあ今までプロの方々がどのスクリーンを目がけてコンテンツを作っていましたかということなんですけれども まあこの右上ですね、プロの方が横の16対9の例えばテレビのスクリーンあるいは映画のスクリーンに向けて映像を作っていたというのがこれまでですでそこからですねあのどんどんこうスマートフォンに最適化していくっていうのがこの横の軸なんですけれどもスマートフォン最適化っていろんな観点があるんですが1個今回あの提示しているのが時間の長さとということがあります。スクリーンに最適化されて一番長くなったものというのが2時間ぐらいの映画の尺 そこがまあテレビだと30分から1時間そしてスマホだとですねこのテレビ世界あるいは映画の世界のものが素人によってコピーされて、まあ、ニコニコだったりとか YouTube に上がってそしてそれがあのどんどん短尺化していってですね果ては今 TikTok で15秒の動画が当たり前のように日々消費されていますなので右上かからこう左下にかけて、 どどんどんこうスマホに最適化していったよという映像の世界の進化があるわけなんですけれども我々はまたここで一つ空いてるポジションがあるなというふうに考えてますこの左上の今までは16対9のスクリーン向けに映像を作っていたプロの方々がスマホ向けにクリエイティブを本気で考えたら何が起こるんだろうとここに我々はワクワクしておりましてあのスマッシュで実現していきたい世界観になっております。 でこの今まではスマホっていうとちょっと画質も荒いしなんか素人の人たちがなんかこう動画をなんとなく特にこう演出や企画もなく上げている場所でしょってプロから見ると見えていたかもしれないんですけれどもここに 5G が掛け合わさると本当にプロの方々にとって面白い自分たちのこうクリエイティビティを最大限発揮できるようなあの非常にこう高品質な、えー、メディアになっていくんじゃないかなというふうふに思います。そそれは画質の観点もそうでですし、えー、例えばリアルタイムで何か 映像を届けた時の遅延が全くなくなっていくということがあるかなと思います次に映像をご覧ください今ご覧いただいているように基本的には縦画面いっぱいいっぱいで余白が全くないという、えー、サービスのインターフェースを想定していますでそれによってあの。 例えば次の動画がレコメンドされていたりとか他のコメントが常時見えているとかっていうことがあると少しその作品性を損なってしまうんじゃないかとなぜ今ネットの SNS 上ネットの動画サービス上でそこまでいわゆるこう作品と呼ばれるものが生まれていないのかっていうことを考えた時にこのやはりちゃんときれいに額縁に入れてあげて作品として扱ってあげないと作品の作品性があのきちんと演出できないんじゃないかなと我々は思っておりまして。 なので余白一切なくこのスマホという,、えー、こう美しい額縁の中にですねこのアーティストのあるいはこのドラマだったりとかそういう,こう作品ですねそういうものを入れ込んでいってあの美しく演出していってあげたいなというふうに思っているというのがスマッシュの考え方ですでこの、えー「人にフォーカスした」と書いてあるんですけれどもこの縦画面というのはですね我々は人を人のこうパーソナルな部分を 見せていくのにすごい最適な画面だというふうに思っておりますこの縦のことを英語でポートレートというふうに呼びますがポートレートというのは縦という意味のほかに、えー、肖像画という意味があります確かに有名な肖像画を皆さん今ネットで検索していただくとほとんどのこう肖像画のアートが縦画面になってますよね今頭で思い浮かべても肖像画って何だったっけモナリザかなっていくつか皆さん思い浮かぶと思うんですけれども全てが縦になっているはずです なぜならそれはもちろん引きの方が16対9の引きの方がうまく表現できる世界というのもあるんですが我々はこの縦で人をより魅力的に見せることができるというこのスマッシュの特徴を生かして人にフォーカスしたコンテンツをたくさん提供していきたいなというふうに思っております。 でこのスマッシュという名前に込めた意味をザザッとあの簡単にご説明するんですけどもまずあの大きく3つあります1つ目には、ま、スマッシュというぐらいなのでここからスマッシュヒットを、ま、スマホから生んでいくぞという、えー、思いを込めているのが1点目ですで2点目にお気づきかどうかわからないんですけどもこのスマッシュの横にちょっとちっちゃいですねドットマークがあるんですねここれれはすすごい細かいところなんですけれども我々が 強い思い思を込めたドットでしてこれどういうことかというとあのスマッシュ上のサービスは基本的に映像はですねあの短い、まあ、5分だったりとか、まあ、最大でも10分という短い時間を想定しておりましてただ5分という短い時間だから人が感動できないのかというとそうではないその点の瞬間の体験を線の感動にしていくんだと、まあ、点の体験を線の感動にというふうに書いてるんですけれどもあのそこをあの訴えたくてこの点の一瞬の時間だけれども 深くあの突き刺さる体験を提供していきたいという思いを込めてこのドットを打ち込んでいますで3つ目にこう大文字が一個も使われてないというのもこだわりの一つですあくまで主役はコンテンツであってスマッシュは脇役なんですと作品が前に出てスマッシュはあくまでそれを支える側なんだということを、えー、我々として表現したいので全て小文字にしています次の映像もご覧ください ですねえー、コンテンツの量に関してですが21年の3月までに、えー、2600本のコンテンツをお届けしていきたいというふうに思っております少しあの10月の、えー、リリースの段階であの我々が今用意しているコンテンツに関して今少しあのちら見せしているということなんですがあのどんどん、えー、年末そして年始にかけてあのオリジナルコンテンツをスマッシュの中でしか見れないようなものを打ち出していこうというふうに考えています 先ほど縦画面とお伝えしたんですけれども縦は非常にホラー映画やミステリーやサスペンスと相性がいいと私は思っておりましてあ,のある部分しか見えないということは逆にその見えないところで何が起きてるのかなっていう想像力をかきたてるので非常にこういったミステリーものとの相性がいいなと思っておりましてあのどんどん今こういうものをラインアップ準備しております。他にも この映像をご覧くださいご覧になった方も多いかもしれないんですがコロナ禍であの実際にこう演者同士が会えないので完全にリモートでコンテンツを作ろうという試みをしてあのかなり大きくバズっていた「ノーミーツというあのフルリモート劇団があるんですけれどもそこともあの深くタッグを組んでオリジナル作品をどんどん打ち出していきます。左にに書いてあるのは実際に あのバズラボとフェイススマって書いてますけれどもローンチの段階で我々が、えー、スマス上に展開していこうと思っているコンテンツの一部ですであのもう一つの観点としてユーザー参加型ということがあるんですが冒頭にあのプロによるプロのためのというお話もしたんですがあのゆくゆくですねそのプロのコンテンツにあの一般のクリーダーの方も乗っかってくることができるような場を作っていこうとしておりましてそれによってあのコンテンツの生成コストですねいわゆるあの 重厚重大な我々が作るあのプロのクオリティのコンテンツもありながら一般素人の方々がそのプロの作品に横並ぶことができてそれによってあのもちろんその経済的なメリットもあの一般のクリエイターが得ることができますしあのその流れがいわゆるこう日本のクリエイターをどんどんこう開拓していくような日本に眠るクリエイターのこう才能ですねをあの花開かせていくようなそういうクリエイター育成の場にもしていきたいなという、えー ビジョン思いがございます。次もあの映像をご覧いただきます。これは実際にサービスの UI ですね、インターフェースです。トップページがまあこのようになっておりまして、いわゆるポスターのようにですね、そのサービスのまあ作品のですね、世界観が表現されたようなものが並んでいるものになります。それを押して一個一個の世界に入っていくと。 あのこういうふうに縦型の動画が見えるわけなんですがここが今特徴ですね上からこうピンクのラインがピーッと降りてきてると思うんですがこうアプリをですねちょっとつまむような動作をするとこう動画をあのスクリーンショットというかこう自分の好きな時間だけ切り取ることができますそれをあの自分の好きな SNSTwitter とか LINE とかそういうところにこうシェアすることができるというのも大きなサービス上の特徴になっておりますそれにによってあのアーティスト側にも 拡散のの、えー、メリットを提供でできるので、あのー、もちろんその視聴者が拡散して楽しい友達にその好きな時間を共有できて嬉しいということも当然あるんですがアーティスト向けに、あのー、メリットも大きく提供できるんじゃないかなというふうに思っております最後のスライドです、えー、10月22日に解禁予定にしていますでサブスクリプションサービスですので月550円という値段設定にしておりますこれは税込みの値段です 1つは、えー、完全にスマホオンリースマホ以外の場所では見れないということでこの時代が今一番目を向けている時間を使っているスマホというスクリーンに最適化していくぞというのが1点目のポイントです。で2点目のポイントとして あのスマホに最低化されたコンテンツを2600本というふうに今掲げていますがあのかなりの数あのもちろん質を担保しながらこのスマッシュに乗っけていくことでこの月額有料サービスになってくるんですけれどもこの月額の値段が許容されるような世界にしていこうというふうにしています。で3つ目にといいいう観点ですすこのののの大容量のものすご 1080p 以上のいわゆるこう高画質な映像を あの全くの遅延なくお届けしていくということには当然、インフラネットワークのこう進化が必要なんですけれどもそこをあの今回、au さんにサポートいただいてあの皆さんがあの全く体験したことないような全然動画が止まらないとかえこんなに高画質で動画が見えるんだというような世界を、えー、実現していけたらいいかなというふうに思っております。えー、ごごごご聴大変ああありりりがががとととうううざざざいいいいいままました楽ししししたたた楽みにしていてくださ あの、5G の世界は、我々、こういう風な、ま、エンターテイメント、コンテンツが主役になる時代だというふうに思ってます。あの、今日、前田さんあんまりお話になりませんでしたけど、実はこのスマッシュっていうのは、au だけのサービスではないんですね。えー、他の、例えばドコモさんとかソフトバンクさんでもご覧になれる。4G でもご覧になることができると思うんですよね。で、これからの時代っていうのは、そういうあの、コンテンツっていうものが、ネットワークを選ぶ時代になってくると思います。 我々がやっている、例えばスマッシュ、それから、ま、ネットフリックスさん、いろんなところがありますけれども、このスマッシュを見るんだったら、au がいいよね。それも au の 5G がいいよね。っていうふうに言っていただく時代にしたいんですね。で、あの、実際に今、あの、え、前田さんから話がありましたように、ま、コンテンツについてもですね、ちょっとま、ちょっとだけ口頭であれすると、 まあ、ジャニーズさんも含めてですね、続々と出てくるっていうふうに聞いておりますし、あの、期待をしたいと思いますし、この 5G 時代のですね、まあ、TikTok みたいな、そんなイメージのものをですね、目指してほしいっていうふうに思ってますので、まあ、ぜひとも我々は、あの、スマッシュを、えー、盛り立てて、スマッシュに選んでもらうネットワーク、au5G を実現していきたい。 ま、こんな風に思ってるわけであります。で、具体的にですね、まあ、せっかく AU、e、を選んでいただくためにはですね、6ヶ月間は無料にしようよということで、AU、e、ユーザーだけ、これは6ヶ月間無料ということでご提供していきたいと思っております。ぜひともお楽しみにしていただきたいと思います。え、それでは次にですね、オーグメンテッドコミュニティということでご説明をしていきたいと思います。それではまた動画からお願いいたします。どうぞ。 ええと、これをご説明するのは、まあ、A-Augment c o m m u ってやつですね。ええー、と、ここにありますように、5月にはバーチャル渋谷、それからまあ8月にはバーチャルハーマスター、ーそれから9月には e スポーツでこのバーチャルの世界を実現してみました。実はこれは、あの、5月にですね、渋谷で、えっ、ー、と、バーチャルで VR とか AR をやろうとしたんですね。渋谷に来てください。そこで AR、VR を見ていただくとすごく楽しいですよと。こうしたかったんですが、 え、コロナの、え、世界になってしまったので、みんな渋谷に来ることができない。であれば、渋谷自体をもうバーチャルにしようということで、5月にそのような取り組みを始めたら、ものすごい反響になりまして、えー、渋谷、あるいはこのハマスタ、あるいはこの e スポーツだけでもうすでに10万人の方がバーチャル空間を体験していただいたんですね。まあ、こういう中で、えー、渋谷区長のですね、長谷部さんといろいろ話をしましたので、長谷部さんからのこうメッセージをお聞きいただきたいと思います。それでは、 初芽、えー、さんのメッセージなんですけれどもこの今年のハロウィンはバーチャル渋谷でお楽しみくださいということでじゃあビデオをお願いしますこのコロナ禍の中で新しい生活様式の浸透とと,ともに多くの皆さんの生活に難しさが出てきているというのは事実だと思いますそういった状況下でこそ渋谷らしい解決策や動きが必要だと感じています今年のの月には渋谷の 未来の形をデジタルツインで形にする第2の渋谷バーチャル渋谷を構築しました。そして、この度、このバーチャル渋谷は新たなフェーズに進みます。今年も10月にハロウィンの季節がやってきます。毎年多くの方々がこの渋谷の街でハロウィンを楽しんでいますが、一方様々な問題が起きているというのも事実です。そこで、今年はこのコロナ渦であるということも考慮して、バーチャルの中でハロウィンを楽しめる環境をバーチャル渋谷に用意しました。 渋谷の街を具現化してハロウィンイベントや路上におけるシネマ鑑賞など多様なアクティビティを通じてバーチャル上で様々な人が楽しめるそういった渋谷という街を作っていきます新たな形でカルチャーを発信していきますのでどうかご期待ください今年のハロウィンはバーチャル渋谷でお楽しみください ということでですね、今あのハスビさんからのメッセージもありましたように、バーチャルシビア、えー、これをやっていきたいと思いますけれども、今年、えー、フルバージョンのハロウィンというのを実現したいというふうに思ってます。えー、こういうふうな、あの、今も、えっと、この発表会自体、あの、クラスターというアプリを落としていただくと、その中から、えっ、ー、と、見る、えっ、ー、と、ご覧いただくことができるんですけど、バーチャルシビアの中に大きなスクリーンがあってですね、そこで、えっ、ー、と、今のこの発表会をご覧になることができるんですが、まあ、これに加えてですね、ここにありますように、ネットリックさんと、 提携しましてですね。ネットフリックス初めて自分たちのプラットフォーム以外にこう配信してみようということで、ネットフリーシネマ。で、これがあの、このバーチャルシビアの中にこう画面があって、そこでみんなと一緒に、まあ、英語を魅力度ができるんですね。後でちょっとご紹介しますが、また吉本さんと一緒に、ホログラムお笑い、えー、ライブ。まあ、こういうことやりますし、また我々があの、えっ、ー、と、グループ会社にあります、キッズザニアと一緒にですね、アバターパレードもやってみようかなと思います。 またあの音楽ライブっていうのも当然やっていかな、やっていこうと思ってますので、ビッシュのオンラインライブですね。まあこういうものをフルバージョンのハロウィンということで盛り上げていきたいと思いますので、なんといっても渋谷区の公認バーチャル渋谷でですね、今年のハロウィンはぜひとも渋谷園ということでよろしくお願いしたいというふうに思っております。あのビッシュさんはですね、アプリミュージックとのパートナーシップのもとですね、ご参加いただけることになったというふうに聞いております。 で、この、えー、実際にですね、バーチャル映像鑑賞をニューノーマルにと書いてますけれども、これイメージ的にはですね、そのバーチャル渋谷に行くと大きなスクリーンがあって、そこで10月9日から毎週ですね、えー、4週、4番組を4週にわたって上演することにしてます。まあこれあの、非常にあの、好評であればどんどんやってかいきたいなと思ってるんですけれども、まあ左側にあります日本沈没とか、 あるいは、えーとまあ、このような、えー、サービスをですね、こえー、とコンテンツを、えー、一つ一つ、えー、乗っけていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、これを見ながらですね、皆さん同士でつぶやき合うような、まあ、そういうふうな世界観を今回、えー、作っていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ということでですね、今年はですね、ステイホームならんですね、ステイバーチャルということでですね、えー、お願いしたいというふうに思っております。ちょっとスライドをお願いします。 で、あの、バーチャル渋谷続々っていうふうに思ってまして、えー、ネクスト渋谷はどこだっていうことです。で、今の今回、ハマスタの方はですね、この間もやらせてい、ね、いすごく好評だったもんですから、ただ、単純に、あの、野球の観戦するだけだったんですね。で、それでは面白くないので、9月29日の版、えー、ではですね、この中でグッズの購入、 あるいはその自由視点のですね、え、リプレイなんですね。まあ、こういうふうなことができるようにします。で、こういうバーチャルの世界でできることを続々と、えー、と、えー、と、入れていきますので、えー、ぜひともお楽しみいただきたいと思います。で、このバーチャルの話をしますとですね、まあ、いろんな街からも、あら、いろんな業、あの、方からもですね、うちでもやってほしい、うちでもやってほしいっていう話が、たくさん出てくるんですね。 でこれはですね、ぜひとも我々は一つのプラットフォームとしてお支えしなきゃいけないなというふうに思ってますので、本格的にこのバーチャル空間のビジネスには参画していきたいなというふうに思ってるわけであります。えー、そして、えー、と次にですね、えー、AU スマートパスプレミアム。まあ、これはですね、もう本当におかげさまで、えー、と日本で1500万円以上のお客さんに今入っていただいているわけですけれども、まあ、それぐらい あの、これぐらい大きな、その会員コンテンツサービスっていうのは世界探してもなかなかないんですけれども、これもですね、ついに 5G をフルに楽しむゲートウェイにしようということで決めましてですね、これにもあの挑んでいきたいなというふうに思っております。スマートマスプレミアムですね、今年の秋変わろうということでですね、あの、今までにない、え今までにない3つっていうこと。で、1つはですね、今までにない資格体験ですね。そして、今までにない え、ダイナミック。今までにないリアリティというものを、このスマートパスプレミアムの中で、5G のゲートウェイとしてですね、拡張していきたいなというふうに思っております。まあ、あの、新しい楽しみ方なんですけれども、ま、マルチアングル動画ということで、ま、いくつかご用意したいなというふうに思ってます。まあ、あの、5G をですね、満喫できるそのコンテンツが集結ということで、あの、まず、 ここにあります ISS って書いてますけれども、この真ん中ですよね。宇宙遊泳とかですね。あるいは国,国際の宇宙ステーション。これを体験できる360度のですね、VR 体験ができるような、そういう風うなフィールド。あるいはの、レッドブルさんと一緒にやっているバイクレースとか、あるいはサーフィンなどのエクストリームなですね、スポーツをですね、選手の目線で臨場感あるまあ体験ができたりですね。またあの、G-Force Now ですね、左の上ですけれども、これについてはまあ、高精細な映像ですね。 あのー、よりそのリアルに近づいたハイエンドのゲームですね。これをですね、スマートフォンで楽しめるようにしたいな、というふうに思ってます。で、これはあの、ずっとあ、あ、あ、というふうに思ってます。またあの、先ほどちょっと出てるような図ですね。あの、動物園の動画なんかも提供していきたいと思ってます。さて、次にですね、ここにご紹介するのが、その民放、えっ、ー、と、4局と提携してですね、見放題を提供していきたいというふうに思っていまして、まあ、民放テレビパック登場ということですね。 ま、あの、ご本人の通り、テラサ、これはあの、テラサさんがやられておりますし、パラビはですね、TBS さんとテレ東さんがやられてます。また FOD はフジテレビさんがやられてますので、これからの時代ですね、放送も IP の方へこう、動いていくんじゃないかなというふうに言われてまして、この FOD のサービスをですね、我々とタイアップしてやらせていただこうか、やっていただくことに、こう、なりました。で、そのおかげでですね、コンテンツ数っていうのはもう、ラインナップは当然のことながら、日本最大級になります。 最大級になります。で、先ほど申し上げましたように、これからはですね、サービスがネットワークを選ぶ時代なんですね。で、ネットワークっていうのは、当然 5G だし、そして料金だということになってくるわけですけれども、まあ、テレパック、10月2日に提供開始なんですけれども、この3つの FOD をあの足して、足合わせるとですね、大体2375円にもなるんです。で、 これだけのコンテンツをご覧いただくのに、データのマックス5 g プラン、つまり見放題のプランをご用意して、込み込みで4460円からという、まあこういうふうなことにしたいんですね。ですから、今まではサービスと料金が分離しているのでお互いに高いんですけれども、このサービスを見るんだったら、au の 5G の見放題だよね。 っていうふうに、何とか持っていきたいなというふうに思っておりまして、まあそういうふうなお客様に対する、えー、っと、まあ料金の見せ方っていうのもあ,りあるかと思いますので、まあそういうものにもしっかり対応していきたいなと思っております。さて、AU の 5G の料金プランでございますけれども、これはもうすでにご案内の通りでございます。改めてご紹介をしておきますと、まあ AU なら、その安心、使い放題ということで、 まあ、あの、3460円から。これがあの、データマックス 5G。我々はこの、使い放題っていうのをですね、一生懸命これから訴えていきます。使い放題ですね。で、これがあの、えっと、1年間、4G と同額でご提供しますし、当然、使わない月は自動で割引。というようなサービスになります。一方ですね、えっと、ま、スマー、ピタットプランの方ですね。 まあ、こちらの方も 4G と同額にしようということで、まあ、ピタットプラン 5G1980 円からということで、まあ、こちらについては今日、えっと、初めて申し上げますけれども、永年ずっと 4GLTE 料金に、えプラス0円ということにいたしたいというふうに思っておりまして。まあ、ピタットはですね、これまでキャンペーンだったものを永年0円としたということでございます。それが 5G の基地局ですね。 ま、これについてももうご案内している通りでございますけれども、我々は、この 5G の、投資をしていかないといけないと思ってます。で、この投資を真剣にやることによって、これからの、その日本っていうものの、付加価値っていうものを、ご提供する、基盤を作っていくのが、我々の役割だと思ってるわけですが、そういう意味においては、かなり計画を前倒しをして、2021年3月には1万局 そして、2022年の3月末までには、5万曲の予定でですね、エリアを拡大していきたいというふうに思っております。あのー、ずっともっとつなぐぞ、au ということでですね、あの、新規の周波数も当然、どんどん、あの、使っていきますし、基礎の周波数もですね、使うことによって、5G のエリアをいち早く広げていくっていうのが、我々が課された、 えー、任務だというふうに思っておりますので、えー、頑張って参りたいと思います。あの、改めて我々ですね、あの、今日も、えー、っと、ずなて言うんですか、使い放題とかいろいろ言ってますけれども、まあ、あの、改めて我々はですね、料金についてはかなり先駆的にやってきたなっていう自負があります。で、具体的には、例えば2012年、これには LT フラットをいち早く入れておりますし、2014年から16年にかけてはですね、データの定額というものをいち早く入れてます。 そして、2017年ですね。ま、あの、このあたりにですね、ま、総務省さんの方から、やっぱり通信と端末は分離をして、料金を安くしていかなきゃいけないっていうふうなことをご指摘いただきましてですね、ここも他キャリアによりいち早くですね、この au ピタットプランというのを入れました。そして2019年にはですね、新 au ピタットプランというものに加えて、 au のデータマックスプラン、使い放題っていうものを世の中に投入しました。そして、えー、来たる 5G ですね。今日ご紹介しておりますように、データマックス 5G 使い放題。そして、ピタッとプランの 5G、4G と同じ料金で展開していくということで、かなり積極的にですね、この料金については先駆者的に、えー、投入していっておりますので、まあ、これからもご期待いただければなというふうに思っております。そして、 えっと、10月1日にですね、まあ、我々、え、フォーメーションをごろっと変えていきたいなと思ってます。で、これは、コンセプトとしては、えー、マルチブランドで期待に応えるということです。マルチブランドで期待に応える。え、グループ全体でですね、あらゆるお客様のご要望に対応していくというふうなことだと思っておりまして、まあ、4G の人口カバー率はもうすでに99%を超えております。そして今日もあの、ご紹介しているように AU、 au はですね、5g にどんどん行こう。エリアもどんどん拡大していこう。料金については、使い放題にしよう。加えて、いろんなサービスと提携することによって、このサービスを使うんだったら、au の 5g だよね。じゃあ、どんどんエリアが広がっていいよね。みたいな感じに au はしていきます。で、一方、二つ目、この uq ですが、この uq が今まで、 えー、で、え、から、えー、衣替えをして、10月1日から、MNO として、我々が承継いたします。で、そのために、この UQ のコンセプトはですね、シンプルで、お手頃価格な料金をご提供するというポジションにします。まあ、そういう意味では、この AU が目指す方向と、UQ が目指す方向と、まあ、お客様のニーズに応じて、MNO としてですね、マルチな、 え、ブランドでごと影響していくというのが大きな変化点です。で、これに加えて、我々のグループ会社がたくさんありますので、えー、J-COM、だからビッグ l ブ、ここでは MVNO として提供してます。それぞれの特色のあるお客さんがいらっしゃいますね。J-COM であれば、その CATV のお客さんがいらっしゃるし、まあ、あの、ビッグロブさんであれば、そういうふうな ISP のお客さんがいらっしゃるので、ここは圧倒的に価格重視。 具体的な J コムでは980円からというプランを先頃発表し出しましたので、まあ、このようにマルチなブランドでお客様の期待に応えていくっていうのが我々の方向性だというふうに思っております。そして最後にですね、ソサ e ティ5.0。これがですね、今の政府の方針だというふうに我々は思ってますので、このソサ e ティ5.0の基盤となる 5G。 これをですね、加速していきたい。ソサエティ5.0を 5G で加速していきたいと思っています。<laughs> 我々すでにあの公表いたしておりますけれども、KDDI Accelerate、まあ、5.0という名前でですね、ソサエティ5.0を 5G でより加速する。まあ、これをですね、あのより、これによってより豊かな社会づくりに貢献していきたいというふうに思っております。 え、先ほど、えーと、発表いたしましたけれども、災害支援ということで、つなぐ、かける、変えるということで、これはですね、NTT さんとの間においてもそうなんですけど、競争と協調、協力というようなことを考えておりまして、競争と協調ですね。当然のことながら、コンペチターとは散々競争しながらですね、え、サービスも、 料金もより良いものにしていかなきゃいけない。一方、その強調した方が社会に貢献できるものについては一緒にやっていこうというコンセプトです。で、これは、えっと、今、NTT さんもそうですけれども、ソフトバンクさんともそうですし、まあ、いろんな会社さんとやっているところでありまして、これはあの、大規模災害時の物資運搬ということについて貢献をしていきます。二つ目があの、産業支援ですね。これ、キャンプファイヤーという会社がありまして、これはクラウドファンディングです。 で、クラウドファンディングで今何をやっているかというと、この中で非常に大変になった方、えっ、ー、と、ご苦労されている方にですね、このファンディングしていこうという動きがすごい盛んです。で、この手数料をですね、キャンプファイヤーも我々も無料にしてお使いいただいてます。ものすごいたくさんの方がですね、このキャンプファイヤーのプラットフォームを使って、クラウドファンディングによって支援をしてほしいということでですね、いろんな提案が来ています。これがあの第一弾、えー、非常にうまくいきましたので、 実はまだ発表してませんけれども、次の第2弾もやっていきたいなというふうに思っているところであります。えー、そして食品ロスの削減ですね。これもあの今週発表しておりますけれども、ローソンさんとですね、えー、実際にこの、えー、と位置情報とか、 あるいはその、えっと、購買情報というものを、えっと、きっかけにしてですね、あの、食品ロスをなくしていこうという、こういう取り組みをやっていったり。またあの、キャッシュレスの促進ですね。あの、これについては、このセキュリティをしっかりやっていかなきゃいけないことはあくまでも前提ですけれども、今あの、口が進めていっているマイナポイント、え、この事業にその参画してですね、マイナンバーカードのですね、利用促進をですね、支援していくと。ま、このようなこともですね <laughs>、我々、 え、しっかりと進めていきたいというふうに思っているところでございます。えー、以上、えー、長くなりましたけれども、えっ、ー、と、簡単に今日の、えっ、ー、と、まとめをさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、本日のまとめですけれども、5G というのは、特別の人たちが、特別なエリアで使っていただくようなサービスではありません。我々のコンセプトは、みんなの 5G っていうのが、これからのコンセプトです。 そのためにですね、au の全スマホを 5G にしていきます。これから出てくる、えー、スマートフォンは全て 5G にしていきたい。そして、5G らしい新たな体験価値。つまり 5G の世界っていうのは、ネットワークとかスペックで選んでいただくんではなくて、サービスがあって、このサービスがネットワークを選ぶ時代なんです。で、選ばれるネットワークを我々は 5G でいち早くエリアを広げて作っていく。これが我々の務めだというふうに思います。 まあそのための新しい体験価値ということで、スマッシュ。あるいはそのバーチャル空間。あるいはスマートパスプレミアム。新しいゲートウェイですね。そしてテレビバック。えこういうもの。これだけではありません。いろんなサービスと提携しながら、選ばれるネットワークを我々は構築していきたいというふうに思っていますし、当然のことながら選ばれるためには、安心の使い放題です。この使い放題っていうのを、我々は徹底的にこだわってやっていきたいと思っております。 そして、ソサイティ5.0を 5G で加速していくっていうのは、これが国が目指している、えー、ソサイティ5.0を支える 5G を構築する我々の務めだというふうに思っておりますので、これをきっちりやり遂げてですね、より豊かな社会づくりに貢献していく。で、これが我々の宣言でもありですね、5G に対するその姿勢だということで、本日のまとめとさせていただきたいというふうに思っております。えー、本日のプレゼンテーションは以上でございますけど、もう一つだけ。 ワンモアスイングということで、えっと、ご紹介したいのはですね、え、実は、今回、あの、銀座4丁目5番6号、456と呼んでますけれども、銀座456、こういう施設を作りました。5G を体験していただけるように今、しておりますので、これが9月の26日にオープンいたしますので、皆さんぜひとも、 えっ、ー、と、銀座にお立ち寄りの際は、もうど真ん中ですから、あの宮地楽器のところなので、ぜひともお立ち寄りいただいてですね、えっ、ー、と、ご覧いただければというふうに思います。それでは、あの、最後、えっ、ー、と、簡単なあの、ムービーで、えー、プレゼンテーションを終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。それでは、動画をご覧ください。見見ええなかったものが見える

目を覚ます。面白い方の未来が。ここから始まる。銀座。四五六。続いて。ゲストを舞台してのトークセッションとなります。 配信をご覧の皆様も準備が整いますまでお待ちください。 お待たせいたしました。ここからはトークショーとなります。進行役は私和解が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは本日のゲストをお迎えいたしましょう。AU の CM に出演されている松田翔太さん、桐谷健太さん、池田エライザさんです。ステージへどうぞ。 皆様ようこそ、お越しくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は登場から。かっこよかったですね。そうですね。はい。は <laughs> います。あれは。しびれました。そうですか。でも、このメンバーで発表会に登場されるのは初めてなんですよね。うん、そうですね。普段は三太郎の中でしか会ってないんで。うんうん そうですよね。こうサンタロウのお衣装のイメージが強いんですけれども、今日は雰囲気も違いまして、うん、池田さんも、ね、おやちゃんではなくということで素敵ですね。はいうん、ありがとうございます。さあ、今回なぜサンタロウの衣装ではない姿で皆さんが登場されたのか、不思議に思われる方も多いのではないでしょうか。その答えをご覧いただきたいと思います。では一旦ご移動いただいてよろしいでしょうか。はい それではなぜ皆さんが「サンタロー CM」の姿ではないのかを答えを見ていきたいと思いますご覧ください 5G そこは自由な世界だった全ての制限から自由に離れていてもまるで一緒にいるかのように。 そうか 5G は今なんだ 5G を未来とか言ったのは誰だ前期主体を終え英雄はみんなの 5G どうん、おぞん戻りくださいはいさあ皆様には AU5G の新 CM をご覧いただきましたがいかがでしたでしょうか松田さんすごくかっこいい CM なんですが撮影はいかがでしたかいや、そうですね楽しかったですね、うんえー、今回はあの AU5G の CM では普段の男三人ということで松田桐谷浜田という役でやらせてもらっていますそうなんですね本当にクールなんですけれどもサンタロウシリーズも私たち視聴者をすごくワクワクさせてくれる 展開だったんですけれどもクールな皆さんを見ることができるこのエ au5G の CM も魅力的ですよね池田さんは CM をご覧になっていかがでしたかそうですねでも本当に普段三太郎として本和かとした空気感でまあ現場でもそういうふうにいらっしゃるのであのすごくシュッとされてて <laughs> 素敵でした <laughs> シュッとされてるということですが気にしたんですそうですね普段はもう やっぱも,もちゃん、欽ちゃんという姿の方が合ってる時間長いので、うん、すごい新鮮でしたね、う3人が揃うと気持ちもやっぱり、撮影のの時違違ううものでしょうか違いますねねやっぱり、ね、あのスタッフさんとかも変わりますし監督も変わるので、はい、また全然違った空気感で面白いです、はいはい、皆様、au5G のこれからの展開が気になると思うんですが。 楽しししみにしていていいいでしょうかそうですね、これからももっとこうクールスタイリッシュな姿をお見せできるかと思っています <laughs>、はい、松田さん、がすごくにこっとしてくださいましたが、そうねね、さあ、はい、続いては池田さん、池田さん、はい、3月に行われた au の発表会、ご登場いただきました、その際に AR を早く試してみたいとおっしゃっておりましたが、覚えてますか、うん、覚えててまますすすごい楽ししみにしてます 池田さん、本日ついにお楽しみいただけるんですよ。おお <laughs> やったーおかわいいですね。無言で手を挙げて表現するっていう。はい。僕たちもやっていきますよ、それは、はい。さあ、それでは実際にやっていきたいと思うんですけども、どうやって楽しめるのか、桐谷さん気になりませんかどうやって楽しむんですかはい。はい、体験してください、桐谷さんが。僕が。 はい。AR というものを。はい。では、5G 端末をお渡ししますので、お受け取りいただけますでしょうか。はいはい。で、ちょうど下、見てください。はい。このようなものがあります。はい。ここにかざしていただきますこれを。はい。これでおお出てきましたよ。おおおエライザちゃん。エライザちゃん。 ちゃんこれしかもこう <laughs> 回転してくれるんですねじゃあエライザちゃん <laughs> こっちが本物すごいすごいなこれこれ,これであ、移動もこれは撮ったんですね撮影しました撮影したんですねもう本当にたくさんのカメラに囲まれて何個ぐらいのカメラで何個ぐらいですかもう辺り一面がカメラでえー そんな裏話まで言っていいかわかんないけどこれサイズは変えられるんですかサイズは変えれます、変えれます、ほらちっちゃほら、めちゃめちゃちっちゃくな、ほら親ちゃんサイズまさに親ちゃんこれ僕、こっからで大丈夫なんですよねこのこの位置でいいんですよね今度はこう、大きくなりますしこうか、こうか、こうかんすごいですね、これすごいな じゃこれぐらいですね実際、実際は、うんこれぐらい大根ぐらいすごいはい,はい、さぁ<あ>、はい、すごく桐谷さんが楽しんでくださいまだやってますね、はい、画面の方が切れてしまいましたので一旦お戻りにあ、切れた、はい、<laughs> めっちゃやってた、一人ですみませんいえ、はい、それだけこう夢中になってくださったということだと思うんですが、はいかがでしょう、これ皆さんにも体験していただきたいなって いますよね。うん。どうでしょうか、体験してもらいたいですよね、はい、これ、どうやって体験するんですか、皆さん桐谷さん、いいこと聞いてくださいました。はい、朗報がございます、報がこちらの池田さんの映像なんですが、はい、銀座456というところで、いつでも体験できるようになるんです。<え>エライザちゃんんんに会える会ええるるですよね池田さん 恐縮です。<laughs> 実はこの銀座四号六の地下一階で展開されている AU 5G の体験ゾーンにナビゲーターとして AR 出演されるんですよね。はい。いかがでしょうか。あの不思議な感じです。あの目の前に自分がいるっていうのがすごく不思議で、でも撮影はすごく楽しかったですね。あのいろんな そのお店のいいところだったりとかいろんなことを解説しながら撮ったのできっと楽しんでいただけるかなと思ってます、はいよいよ<え>明日明日<あ>一緒に写真撮るみたいな感じもできるってことですよねつまり一緒にホログラムとはとそうです、ね、あのスマホ上で見ていただきながらということなので、はいはい、あ写真撮れる可能性もあるとスマホで見ながら、はい、池田さんをこのスマホ上でこうホログラムにして楽しむということなので、はい、友達と言ったら撮ってもらえるですよね、はい そういうことですね、スクリーンショット、スクリーンに映っちゃそうです、そういうことです、今まさにそういう感じでしたもんね、後ろに池田さんが2人で、ね本物の池田さんと、そう、でっかいがいて。でっかいのと、行ってからのお楽しみということで、いよいよ明日からオープンということです、ぜひ銀座にお越しの際は、お立ち寄りいただけたらと思います、さあ、松田さんは、AR でこんなことできたらいいなって思うことありますか そうですね最近、あのー、自粛中結構本を買ってしまいまして、うん、本棚が欲しいなと思ってたんですよ、うん、そしたらなんかさっき聞いたら AR 上でその家具を1回部屋の中に置いてみることができるってことだったので<ー>そういうことちょっとやってみたいなと思いましたけど、うん、楽しいですねいろいろと変えられますもんね結構サイズとかそれでちゃんと分かれば確かに。 ありやすいですよね。うん、桐谷さんには今ご体験いただきましたけれども、うん、AR でこんなことできたらいいなっていうのありますかいや、だからこっからいろいろね、日常的に変わっていきますからねなんかこう映画の感じとかもどんどんもっとバーチャルな世界にも入っていけるのかなってすごいそれはそれで楽しみですね楽しみですよねはい、はい、AU5G で実現される、うん、オーグメンテッドエンターテイメントと オーグメンテッドコミュニティをぜひ皆様ご期待ください。さあ、そして本日皆さんに楽しんでいただきたいのはこれだけではないんです。皆さん、バーチャルの世界に入ったことはありますかないです。バーチャルの世界。入っちゃったことはうん、おそらくないですね。ないですか。はい。松田さんもないですね。皆さんも。なるほど。それではここから入ってみたいと思います。今日はですね、池田さんに代表してやっていただきましょう。5G 端末をお持ちください。 はい、はい、うわーすごいおお<ー>、ね、あ俺らおるこれは動いてもいいんですか俺あ後ろに折れられてるあ,<っ>あ<ー>本ほ、ねうんとだすごい桐田さんには今ご体験いただきましたけれども、うん、AR でこんなことできたらいいなっていあますは、うん、これさっきのいやだからこ今ちょうど流れてるんですよ、ね、日常的に変わっていきますからねなんかこう 映画の感じとかもどんどん、元ばあちゃんが、楽器の俺や人いけるのかな見て、<laughs> すごい。それはそれで楽しみ。トと

それで一回先のところを振り返ってみるとうわすごいわこれがスクランブル交差点これは動いいいてもんですか後ろ歩きこれ楽しいですね、えー、すごいなえー、そっちからはいけないそっちはいけない,い<や>一方通行結構、はい、ガンガン進めちゃいますね、えー わーすごい <laughs> ねがスクリーンでは本当にこのバーチャル渋谷の中でこの発表会を今見ていただいてるということですからね。わすごい。やっぱステージ前にたくさんの人がいましたねいいっぱ人がじゃあこ、こういうイベントというか、この世界で見ることができる、そうですこれから映画だったりとか、みんなで共有することがもうできてるんですよね。 いろろいいなことを一緒に楽しめるんですかがでしょうか体験いただいて本当にまさにみんなの 5G ってところを分かっていただけると思いますうそうですね、本当にみんなと今一緒にいる感じがしますね、まだまだ見てたいんですが、じゃあそろそろお戻りいただきましょう。うは,いはいまさに今、皆さんにご覧いただいております、こちらのバーチャル渋谷の。 スクリーンにおきましても、さあ、うん、お戻りくださいありがとうございますすごいなうん。<laughs> うん、松田さんいかがでしたかいやなんか楽しそうでしたね、うん、はい。入ってみたいと思いましたかそうですねまあ本当に自粛中、友達にも会えなかったんで、うん こういうところで会って遊べたりしたら楽しそうですね。うんうん、で行きますよね。うん、ここで集まってっていうの楽しいですよね。今の世の中でとっても嬉しいことなのではないでしょうか。うん、桐谷さんはこのバーチャルの世界で楽しみたいのはどんなことでしょうかいやーでもさっき言ったみたいにそのバーチャルシネマとかねみんなで一緒に見たりとか<ー>でももうどんどん進んできたらその映画の世界の中にも入れるような。 時代が来ちゃうのかかななってなんか思いました今年は渋谷ではバーチャルハロウィンというのもあるんですよ渋谷ではバーチャルハロウィンはい、えー、もう渋谷区公認ということです、えー、でにまあバーチャル渋谷、うん、バーチャルハマスター e スポーツなんかあってそもうでに10万人の方がご体験くださっているということでもう当たり前それもう家の中で渋谷に行く感じになるってことですか、はい ーバーチャルで枯れちゃうんですよ、えー、ぜひハロウィン行ってみてくださいバーチャルで、はい、ぜひはい行くあ行こう行 <laughs> きましょう、はい、ぜひあの皆さんもこれからいろいろと楽しんでいただきたいと思います、うん、さあこのような状況下でもバーチャルで仲間と楽しめる英雄のみんなの 5G から目が離せないのではないでしょうか 残念ながらお時間となってしまいました最後に一言ずつメッセージをいただきたいと思いますまずは松田さんからどうぞ正面に向かってお願いいたしますいやそうですねもうこういう AR とかっていうことが本当に身近になってきてるんだなってすごく感じましたし、うん、えそうですね僕らここにいる3人だけでも一緒になって盛り上がっていきたいなと思います、うん、はい今日はありがとうございました、うん、ありがとうございます続いて桐谷さんお願いしますそうですねどどんどんこう時代が変わって こう新しい日常が出来上がってでもその中でやっぱ新しい楽しみ方をこうみんなでできたら嬉しいなと思いますはいありがとうございますでは最後に池田さんお願いします、はい、そうですねあのすごく遠い未来のように感じてた 5G の世界がもう生活の一部になるっていうことにすごくワクワクしてます 私たちにまた何か面白い形でできることはないかって考えるのもすごく楽しいです。ありがとうございました。本日のゲスト、松田翔太さん、桐谷健太さん、うん、池田エライザさんでした。皆様拍手でお送りください。ありがとうございました。どうしたありがとうございました。ありがとうございました。 それではこの後はフォトセッションとなります。ステージの準備がございますのでお待ちください。 それではこの後フォトセッションとなりますが、フォトセッションに行く前に一つお詫びと訂正がございます。先ほど社長の高橋のプレゼンテーションの中で、プレゼンテーション、特にあの銀座456に関するところで、山の楽器様を宮地楽器様と申し上げてしまいました。大変申し訳ございませんでした。正しくは、 山の楽器様です。お詫びいたしまして、訂正いたします。それでは、これよりフォトセッションを行ってまいります。今回3パターンございますので、皆様ご準備のほどよろしくお願いいたします。 それではまずはマンショットとなりますセンターお向きいただきましてスチルカメラマンから参りますスチルの皆様ご撮影くださいはい この皆様よろしいでしょうかそれでは広報中央あたりをご覧いただけますでしょうかしばらく目線もいただきます中央ですはいありがとうございました続きましてはゲストのお三方にもお入りいただきます 4名でのショットとなります。同じくスチルの皆様から行ってまいりたいと存じますのでご準備のほどよろしくお願いいたします。ただいまステージの準備を行っております。 それではゲストのさん方にお入りいただきます。よろしくお願いいたします。それぞれパイプジータマツ掲げていただきまして、上を少し倒して、はい、センターご覧ください。スチールカメラマンです。オフィシャルです。お願いいたします。 ありがとうございます。では、広報ムービーさんですが、登壇者の皆様から見て左手からいきたいと思います。左側のムービーさんに目線いただきます。ムービーさんなのでよろしければ手を振るなど動いていただいても結構です。お願いいたします。ありがとうございます。しばらく向かって左手いただきます。 からでしょうかよろしいでしょうかでは中央をご覧ください中央に目線いただきますはいでは右手です ありがとうございました。それでは、高橋社長ご交代いただきます。ありがとうございました。ゲストお三方でのショットとなります。同じく準備が整いましたら、スチルカメラマンさんから行っていきたいと思います。 それでは、スチュールカメラマンさん、お願いいたします。ありがとうございます。では、ムービーさん。 向かって左側ですよろしければ動いていただけると幸いですお願いいたしますはい中央です配信をご覧の皆様もいらっしゃいますからね中央カメラぜひ 笑顔い,いただけたらと思います。ありがとうございます。もうしばらく注央いただきます。はい。では向かって右手です。 はい、ありがとうございました。それではフォトセッション終了といたします。松田さん、桐谷さん、桐田さん、ありがとうございました。ごご覧ください。それではこの後は準備が整い次第、質疑応答を行ってまいります。しばらくお待ちください。 それでは大変お待たせいたしました。質疑応答を行ってまいります。応答者は、KDDI 株式会社代表取締役社長、高橋誠。KDDI 株式会社パーソナル事業本部、パーソナル企画統括本部、次世代ビジネス企画部長、長谷川渡る。KDDI 株式会社パーソナル事業本部、サービス統括本部、5G、 XR サービス戦略部長重田康平が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、あのすみません、あの冒頭にですね、ちょっと私のプレゼンテーションの中でですね、あの銀座四号楼の中で、あのヤマ楽器さんと申し上げなきゃいけないところちょっとあの間違えてしまいまして、はい、あの関係者の方々に非常にあのご迷惑かけました。本当に申し訳ございません。あの引き続きよろしくお願いしたいと思います。はい、それでは今日はよろしくお願いします。お願いいたします。はい。 なんかあの山野垣さんですねすいません山野垣さんっていう僕すいませんちょっと間違いが多くて申し訳ありません山野垣さんっていうあの名前でお呼びするところをですね間違いしてまいました本当に申し訳ございませんでしたそれでは本日は会場にいらっしゃる皆様のほかに電話会議経由でのご質問をお受けしておりますできるだけ多くの方に ご質問いただきたいと思いますので、ご質問は1回につき1問までとさせていただきます。また、お時間に限りがございますので、本日の発表と直接関係のないご質問につきましては、ご遠慮くださいますようお願いいたします。それでは、会場にいらっしゃるプレスの皆様は、挙手。そして、電話会議でご参加の方は、お手元の電話機で、アスタリスク7のキーを押してください。ご質問ある方いかがでしょうか それでは、右手前から2列目のグレーのスーツの方です。お願いいたします。 えっと、NHK の記者で岡谷と申します。今日よろしくお願いします。あの、携帯電話の料金についてお伺いしたいんですけれども、今日お話ありましたように今後 5G をさらに展開していくという中で投資も必要かと思います。さらに災害への備えというところでの投資もあっている中でですね、一方でこの政府であったりとかユーザーの方からは、まあ、より一層の携帯料金の値下げを求める声も聞かれます。こういった声にどう、あの、応えていくお考えかお聞かせください。お願いします。はい、ありがとうございます。 あの、今日あの 5G の発表会なんですけど、あの、その料金の話、多分、えー、っと、ご質問があると思いまして、私の方もどう答えようかという、ちょっと考えてまいりましたが、あの、私の方の考え方なんですけど、あの、総理大臣、あるいはその総務大臣の方からですね、あの、ご意見をいただいているその携帯電話の値下げっていうことにつきましてはですね、我々としてもですね、この要請はやはり真摯に受け止めなきゃいけないというふうに思っておりまして、まあ、対応方針につきてはですね、検討していきたいというふうに思っています。 であの今日の,あのプレゼンテーションの中でもお話ししましたように、当社はですね、これまでもあのお客様のニーズ、あるいはあの、えー、と常に政府の方からの要請もありまして、ですね、よりあの低廉な料金をお,お,お届けしなきゃいけないということで、まあ、頑張ってきたつもりであります。au としてはですねあの、2017年の7月にですね、あのピタットプラン、あるいはフラットプラン。 というふうな、まあ、端末価格とですね、通信料金をですね、分離せよっていう、まあそういうご要請に応じた、あの、分離プランというものを、あの、いち早く対応させていただきました。また、あの、一方ですね、5G 時代のですね、に向けたそのデータ容量、今日もお話ししましたように、あの、まあ無制限の、えー、使い放題っていうプランを出しましてですね、ネットフリックスなどの OTT プレイヤー、まあ、このようなサービスも業界初で、えっ、ー、と、導入してまいりました。 で一方あの、また10月にはですね、あの MNO 事業として承継した UQ、えー、こちらの方でもその低廉な料金というものを、えー、使いやすい料金というものをご提供してまいりますし、また一方の MVNO としてのビッグロブ、あるいはその JCOM を通じてより低廉な料金も提供していきます。あの、今後もですね、au ブランドとしてはですね、まあ多様なサービスをですね、このデータ容量を気にせず、その無制限でお得にお使いになりたい、 お客様にご提案するということを大事にしてまいりますし、一方、あの、有給ブランドでは、こちらのシンプルに、なおかつお手頃価格というものにですね、こだわった、そういうご提案をしていきたいなというふうに思ってます。で、これに加えて、先ほどありました、その、えー、MVN のですね、こちらのグループ会社も含めてですね、そのマルチブランドで、えー、しっかりとご提供するということを考えておりますので、まあ、お客様のご利用の用途に合わせた、えーと、そういう料金プランをですね、お届けすることが非常に重要かなというふうに思います。 あの、5G のあの、話もありましたけれども、5G の,の展開については、あの、精一杯一生懸命やっていこうと思ってるんです。で、あの、実はその日本に比べて、諸外国のスピードが非常に速くてですね、ほっとくとやっぱり一周も、その二周も遅れてしまうような状況になってきてるんじゃないかなというふうに認識してまして、まあ、あの、政府がやっぱり提言される、その、ソサイティ5.0の基盤というものが 5G でありますので、こちらの方もですね、スピード感を持って、エリア展開していくということが、我々のこう、使命だというふうに思っておりますので、 こちらも、あの、積極的に、あの、展開してまいりたいというふうに思います。あの、我々はですね、あの、公共の電波を使わせていただいているという、これは、あの、我々本当にそういうふうな立場だということは、当然理解しておりまして、あの、昨今、あの、頻発する、あの、自然災害ですね、24時間365日、1日でも早く、あの、災害の復旧もやっていかなきゃいけませんし、またこの、コロナウイルス感染症対策に、あの、感染下においてもですね、しっかりと対応していくということで、あの、社会の、 あの、環境がこれだけ急激に変化している中において、この,あの公共の電波を使わせていただいているまあ事業者としての,あの使命はしっかり果たしていきたいというふうに思っております。まあ、のいずれにしてもですね、国際的に比較しても遜色のない料金、これは求められているということは、我々重々あの承知いたしておりますので、政府、あるいは総務省の要請にを真摯に受け止めてですね、ただ我々の企業としてもあの持続的には成長していかなきゃいけないというふうに思ってますので、これは通信、 だけではなくて、ですねそれ,それ以外の事業も含めて、持続的に成長していくということをまあ前提として、ですねしっかりと,、えー、っとこの要請に、この AU ・ UQ のマルチブランドを使ってですね対応していきたいというふうに思いますし、さらなる低廉化に向けて頑張ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。ちょっとと長くなりりまままししたたけれども以上でごござざいいすあがう それでは他にご質問のある方、電話会議ご参加の方は電話機でアスタリスク7のキー,ボーを押してください。はい。それでは会場の方で1列目中央のメガネをかけている方ですね。はい。お願いいたします、えー。フリーランスの石川です。あの、まあ、今日料金についても発表もありましたけども、一方であの、 総理が20%、利益率20%も設けてけしからん的な発言してますけども、それについての反論があれば教えてください。あと、電波量が見直しになると、料金上げなきゃいけないような気もするんですけど、その辺についても教えてください。 あのー、今、の先ほどお話した内容がすべてなんです、でいずれにしてもその利益率っていうこともこう大事だと思うんですけど、やはりその大事なのは、国際的にその、まあ、比較してもですね、あのー、しっかりとそのなんていうか遜色のない料金っていうことが非常に大事だと思っていますので。 そこがまあ一部、まだ劣ってるんじゃないかというふうなご指摘もあろうと思いますので、そこに大きく着目をして、ですね話をしていけばいいと思いますので、そういうふうなことを検討していきたいなというふうに思います。 いいっぱいあの電波容量の件については、ですねちょっとあのえっとよくわからないところがあって、ですねこれからいろいろまあ議論があるんだというふうに思います、ただまあ単純には確かにそのコストが上がると、それが反映していかなきゃいけないということがありますけれども、このあたりはまだ正確にですね総務省さんからもお話を何かいただいているわけでもありませんので、このあたりはあの議論を見守っていきたいなというふうに思っております。ありがとうございました それでは他にご質問ある方挙手をいただきましては続けて会場からとなります最前列左手の方ですお願いいたします朝日新聞の井上と申しますよろしくお願いします えっと、前回の決算会見の時に、あの、社長は、あの、まあ、5G の移行がなかなか進んでいないという、あの、危機感について言及されていました。で、えっ、ー、と、まあ、あれから、ああ、少し経って、えー、足元の状況をどのようになっているのか、ということと、あと、あの、まあ、今後、5G を展開したいという気持ちはですね、国も、 を一緒なはずだと思いますが、あのまあ、値下げ要求ということで、まあ、5G 普及の足かせにならないのかという懸念もあるわけですけれども、そのあたり、ね、あの足元の 5G ですけど、あのこの間の決算会見、コロナのど真ん中でありましたので、やはりその販売が伸び悩んでいるということで,です、ね、ちょっと焦ってるるという表現をさせていただいたんですけど。 まあそれ以降、あのまあえー、とチャンネルの方もです、ね、こう順調にあの立ち上がっておりますので、まあ、今のところ、えー、5G の端末の、えー、については順調に、えー、動き始めていると思っていただいていいと思います。で今日の,あの発表にもありましたようにその、これからのスマートフォン全て 5G でいきますので、まあ、そういう意味においては販売台数そのものが 5G の進化になりますから、 あの年度末で今、200万というのを公表していますので、その台数を目指して、えー、と我々販売をしっかり続けていきたいというふうに思います。5G の展開については、やっぱりこれあの、僕はあの、ソサイティ5.0の基盤が 5G だとこう国もおっしゃっているので、これはあのもう一つのこう使命としてです、ね、5G の展開、急ごうと思ってるんですね。 で、これは、あの、新規の、あの、周波数というものを使っての 5G、そして、既存の周波数を使っている 5G、双方を、こう、しっかりフルに、えっと、活用しながら、あの、ま、全国の展開を早めていくっていうことが、すごく大事だと思います。あの、LTE の時もそうなんですけれども、このエリア展開を、こう、早めるじゃないですか。そして、あの、コンシューマーの方がみんな使っていただくと、4G のネットワークが綺麗に出来上がって、それを今度はですね、IoT に使われるんだと思うんですよね。 でその時には僕たちすごく IoT には低廉な料金でどんどん使っていただくと。で、この、えっ、ー、と、これからの時代、すべてのものに通信が入ってくるような時代を考えた場合に、こういう低廉な IoT の料金をベースにして、いかに付加価値をつけていってですね、新しい産業を起こしていくのかというのが非常にやっぱり大事だと思っておりまして、これを 5G でもぜひとも実現したいと思ってますので、 あの当然あのご要請のある料金対応というのはしっかりやっていかなきゃいけないということで検討をしていきますけれども一方この 5G の展開については絶対に気を緩めることなくですねえとしっかりと展開していきたいというふうに思ってますのでよろしくお願いします以上ですありがとうございましたそれでは続いては電話会議経由でのご質問をお受けしたいと思います IT メディアの吉川様 音声ガイダンスに続きまして、ご質問をお願いいたします。あ、あ、聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。お願いします。はい、IT メディアニュースの吉川です。えっと、本日発表された、えっと、データマックス 5G テレビワークについてなんですが、具体的に、えっと、どういった えっと、顧客の獲得を意識しているのかというのと、えー、っと、既存のプランの中にも、えー、っと、まああの、映像サービスの、えー、料金をセットにしたプランというのがあるんですけど、えっと、それとどう差別化を図っていくのかというのをお伺いしたいです。えっ、ー、と、長谷川の方から。はい、お願いします。 はい、えっ、ー、と、長谷川の方から、えー、とご回答させていただきたいと思います。えっ、ー、と、テレビパックについてはですね、あの、まあ、これまでの、えー、映像のサービスとはですね、えー、違う部分としてですね、やはり地上波のコンテンツが、えー、ふんだんにご提供できるというところがあるかというふうに思っております。 まあそういったこともありますので、よりこう幅広い年齢層の方にご利用いただけるパックになっているというふうに思っておりますので、まあ、そういった方々にご利用いただけるように、われわれの方でも販売をしていきたいというふうに思っておりますはいよろしいでしょうう、はいありがとうございますありがとうございました。 それでは続いてのご質問をお受けしたいと存じます。えー、では、前から3列目、ブルーのシャツで、中が白い T シャツの、はい、今高く手を上げてくださっている方です。お願いいたします。 はい。えー、すいません。フリーランスの石野と申します。えっ、ー、と、今回あの、全端末を 5G っていうのは結構、まあ、画期的だったと思ったんですけれども、これはあのー、 来月出ると噂されてる iPhone も含めて、こう全部 5G になるという理解なのか、まあなんか 4G のものがあったら、今後ちょろっと入れていく可能性はあるのか、というのを教えてください。あの、まあ AU と UQ の差別化のところにも関わってくると思うんですけど、まあ AU は全部 5G で UQ は 4G みたいな形にしていくのか、そういうところも含めてちょっと教えていただけないでしょうか。すいません。 あの、本件についてはノーコメントでお願いできますでしょうか。あの、えー、っと、ちょっとまあ、あの、アップルさんの件については我々も、あの、内容まだしっかりとあの知らされていないので、あの、そこについてはちょっとノーコメントでお願いしたいと思いますが、まあ、基本的にただ、あの、au については本当に 5G を、これからの全ての端末 5G でいきたいという思いでありますので、あの、ま、その思いだけ今日はお伝えしてですね、そのあたりで今日は勘弁してください。よろしくお願いします。 ありがとうございました。では、続いて会場からと思っております。それでは、えー、ステージに向かって右側ですね、前から4列目の、はい、お願いいたします。産経新聞の万福と申します。えっと、携帯料金についてお伺いいたします。 えっと、高橋社長がです、ね、先ほどあの、携帯料金の水準について、国際的に遜色がないことが大事というふうにおっしゃられたと思うんですけど、あの現状ではです、ね、あのグローバルに比較して、えーまあ、どれぐらい高いと見られていて、まあ、なぜそのような状況にあるというふうにあの見られているのか、まあ、よく言われるように、やっぱり河川で競争が乏しい。 ということなのか合わせて、そのこれからの値下げの余地についてなんですけど、あの首相が指摘されているように、ですねあの顧客全体がその恩恵を受けるような形で、えー、まあ、4割といったような大幅な値下げっていうのは本当に実現可能なのかって、あの高橋社長のご見解をお願いします。えっとですねああのの実はまだあの 具体的な、えー、とお話をですね、えー、と総務省さ担当しているわけではないので、あのこれからあの、えー、といろろなお話をお伺いしながら、えー、と考えていかなきゃいけないんだろうと思っています。あの国債との水準の比較については既にあの内外価格調査ということで,です、ね、あの公表されているものがありますので、まあ、そこの部分で、まあ、足りない部分があれば対応していかなきゃいけないんだろうなと思いますね。でただあの、先ほどのプレゼンテーションもさせていただいたように、実はあのこの、えー まあ料金の値下げっていうことについては、かなり前からもご指摘いただいてまして、まあ、2017年にあの分離モデル、シンプピタットプランを入れたときから、ですねかなりあの我々としては、料金のえと還元、値下げっていうのをやってきたんです。でただ我々もでですね民間企業なので必死にこれを えっと、カバーするためにコスト削減等を続けてやってきてますので、まあ今後、あの、どれぐらい値下げの余地があるのかっていうご質問については、これから我々が企業努力をしながらですね、どこまで対応できるのかっていうご質問だというふうに捉えますので、まあ、あの、本当に我々、まだ頑張って、あのコストを切り詰めながらですね、お客様には、えー、っと、お安い提供をしていかなきゃいけないと思ってますけど、やはり企業なので、 あの通信だけではなくて、通信以外の、えっ、ー、とビジネスも含めてですね。やっぱり持続的成長していくということを前提に、やはりこの、えっ、ー、と料金の下げということを。あのやっていきたいと思ってますし、そこについては、あのそのような方向性だということで、今日はご理解いただければ、ありがたいなと思いました。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、ご質問ある方、引き続きお願いいたします。では、ステージに向かって。 左手前かから4列目メガネをかけた方です、はい、今、マイクをお持ちいたしますので、お受け取りください。どうぞマイクをお渡しください。お願いいたします。 ビジネスの佐藤と申しますあの本日の発表で、ピタットプランの 5G、1000円で下げを恒久的にされるということで、これで 4G と価格の差が全くあのマックスも含めてなくなったと思うんですけれども、この 5G のまあ電波の投資が必要な中で、4G からのこの料金の差っていうのを全くつけな,くな,っつけないことにした理由と、収益にどういった影響が出るのかというところを教えてください。 はいえー、とこれについては、発言の方からじゃあ、答えさせていただきます、はい、あの今あの、はえー、と質問の中で,です、ね、あの全く同じになったというあのご指摘はあったかと思うんですけれども、えー、とマックスの方はですね、えー、と金額差がまだございます。えー、と今回、発表させていただきました、まあ、ピタッとの方については、あの完全に 4G とまあ同じ料金になったというふうなことでございます。はいえー、あのそののピタッとの 値下げについてはです、ねまああの、今期の,あの業績にはまあ織り込み済みの内容ということになっておりますあの社内にはです、ね、かなりプレッシャーじゃなくて、あのカッパをかけているのはです、ね、これからのマルチブランドでやっていくんですよね、でマルチブランドでやっていくときに、まあ、UQ っというのは先ほど申し上げましたように、シンプルで、非常にあのお客様にあのお手頃感がある料金にしていけっていうふうに思ってるんです。 一方、それやっぱ 5G のサービスって、あの MAX も含め、できるだけ使っていただくためにはですね、こう料金だけではなくて、いろんなサービスの組み合わせをすることによって、例えばテラサであれば、あれだけの料金がコンテンツでかかるんだけど、えー、っと、ネットワーク、えー、通信料金としては、こんだけ安いみたいな、まあ、そういうふうな見せ方もありますし、まあ、いろんな工夫しながらですね、この 5G の世界を広げることと、あの一方、シンプルでお手頃な料金を提供していくことと、この両面を 目指してまいりますのでよろしくお願いしたいと思いますありがとうございましたそれではお時間の関係上残り2問とさせていただきます続いては電話会議経由でご参加の方を示させていただきますブルームバーグ通信社のファン様音声ガイダンスに続きましてご質問をお願いいたします もしもし、あの、聞こえますでしょうかはい、聞こえております。お願いします。ありがとうございます。えー、っとですね、あの、先ほどお答えになった、その、えー、っと、ね、料金プランの値下げの、うん、あの、に関連する質問なんですけれども、まあ、マルチブランドで対応していきたいというふうに高橋たちを答えられてたんですけれども、まあ、国際的に比べても遜色ないということで、まあ、総務省、あの、政府が、えー、っとですね、 あの、比較に一つ出されたのが、その 20GB の、まあ要は大容量のデータでの料金で、まあ日本はまだ一番、あの韓国とか他の先進国と比べても高い数字にあるっていうことだったんですが、まあ、 あの、マルチブランドで、しかも大容量の部分をどういうふうに対応するかで、結構その、あの、今までですと、その、格安とか n, n b n o って結構その、1GB だったらすごく安いとか、3GB 以内だったら安いというような対応だったかと思うんですけど、それだと、あの、まあ、その大容量の、あの、あれですね、比較には、まあ、国際比較とはちょっと対応しきれないんじゃないのかなという疑問が、あの、あるんですけど、 あの、どんな風な、まあ、例えばマルチブランドの中で、まあ、データ容量が大きい部分については、どんな風な対応を考えているのか、あるいは、その、あの、サービスと、今日の発表で結構面白いと思ったのが、その、サービスとの、あの、あれですよね、バンドルというか、こう、あの、これ、この、例えば、映像視聴サービスだったら、 あの、データ使い放題ですよっていうのは結構面白いかなと思ったんですけど、そういう形のそのサービスを組み合わせた柔軟な対応を考えられてるっていうことなのか、もうちょっとあの、お考えをお聞きしたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、ちょっと今日の場はですね、そこまでちょっと具体的な話をされてもですね、あの、ただあの、ご指摘されているポイントは我々、あの、えっと、勉強しておりますので、よく理解しておりますし、あの、これからまた、 あのまだ具体的にあのこういう話をあの総務省さんと話をしているわけでもないので、まあこのあたりあの今後よく考えてえっと回答を出していきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。すいません今日は。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは最後のご質問とさせていただきます。座る方挙手をいただけますでしょうか。 皆様いかがでしょうか最後のご質問となりますので、よろしければ挙手をお願いいたします。それでは、はい。ステージに向かって左手の6列目の方でしょうかはい。お願いいたします。 週刊 BCN のセンと申します。今日はありがとうございました。えっと、今回、えっと、一般消費者向けのコンテンツサービスを中心にご紹介いただいたと思うんですけれども、えっと、貯金の法人向けサービスについても 5G は重要になってくるかなと思います。えー、こちらのてん、えー、法人向けサービスの展開状況や、えー、パートナーアライアンスなどの成果、ございましたら教えていただけると嬉しいです。 えとご指摘の通り、そのコンシューマー向けのサービスを中心にやらせていただきまして、また法人向けについてはです、ね、別途、えー、と公表していかなきゃいけないというふうに思っています。まあ、4G については、まあ、えー、4G の LTE、それからその延長線上にある 5G、それぞれの,あの技術の特色というものを生かしながら展開していくということで、かなり、あのまあ こういうあのコロナ禍でもありますので、この通信というものがすべてのものに溶け込んでいって、ワンショット型のサービスからサステナブルなサービスへっていうご要望すごく多いので、そういうものにお応えするような実例をまあ一つ一つえと積み重ねておりますので、またあのご紹介できればなというふうに思います。すいません、今日は。ありがとうございました。それでは、これをもちまして、質疑応答を終了とさせていただきます。はい、ありがとうございました今日は本当にあの えっとまあ、みんなの 5G ということで、です、ね、あの今日ご紹介していただきましたし、まあ、これからは本当にサービスがあのキャリアをまあ選ぶ時代ですし、す、ま、べ、あ、てこれからの英雄が 5G の端末でやっていくというのが、今回のメッセージでありますので、よろしくお願いします。今日本当にあの、山野学級の方には、ですね本当にご迷惑かけて申し訳ありませんでした、あのこのような、えー、っと間違い、これからしないように、えー、っと努力いたしますので、ご容赦いただきたいと思います。本日はどううもありがとうございました 高橋社長、長谷川部長、茂田部長、ありがとうございました。ご講談ください。以上をもちまして、アンリミテッドワールド AU5G 発表会2020オータムを終了とさせていただきます。ご来場の皆様、そして配信を最後までご覧の皆様、本日は誠にありがとうございました。 ご来場の皆様どうぞお忘れ物などございませんようお手回り品もご確認の上お気をつけてお帰りください本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました